Cure。それでは2本目、平田まりのお願いします。いいいいいい、シュラシュラシュラ、さあということで、じゃんけんお願いします。どっちもいいっす。どういうことですか？好きな方で。俺は重くそ、むちゃくちゃ高校乗るぞ。よし、来い。さあ、どういうこと？高校でじゃあ、ビートどうしますかね。2本目で。2本目。それでは行きましょう。フロンティアかけるやらまいか、ベスト4です。先行。失礼しました。先行かける高校8、DJ 平手まりのレッツジェリー。時間ギリギリにこの場所に来て、喫煙所に会った時から運命だと思ってたぜ。運命だけどこれは奇跡ではない。これから歩いていくための奇跡にしたい。あんたのライブをしっかり聞いてた。もうすぐ夜も終わっちまうかもな。このイベントが終わっても関係は終わらない。一緒に行こう、かっけ。俺は止まらない。じゃあ俺の鏡来てみりゃ、お前の街も行ってみたい。そんな感じで繰り返し、運命は偶然の積み重ね。A から M まで組み合わせ、 A から G まで好きなだけ。言葉の表現法、そしてコックピット、ステージ乗ったら変わらねえよ。だから胸の力取れて夢をつかめます。全員が引くほど無限のスタミナ。ハイからローまで全て使い上げる。ハイならもスキート、俺は地下1階のコンクリート。から登ってきてる俺だってコックピット。登り詰めたそのオープンカーの先に行こうよ。俺のピートがシートしてないならきっと君のミニロークのボールにまとっといてない。ただそれだけ、かっけえってことは分かってる。その上で全部返すぜ。あいえあいえ、間違いないな。俺もこの関係間違いないぜ。だから最低相手も気づけばないね。間違いねえ、教室の隅っこ眺めてた光景、今はステージで叫んでる。あいえ、大事なことだぜ。俺たちは見る側で見せる側なんだよ。いいか、お前の背中に夢が見れるか、そして心の傷が癒えるか。傷を癒すためにやってんじゃねえ。誰かの傷を癒してやるために俺はやってる。自殺志願者が増えてる今、俺はそれを減らしたい。ヒップホップはネバーだ。分かってる、だから俺はやってる。相手に届ける、そのために言葉を届ける。名前を轟かせる、そして驚かせる。そそのかすんじゃなくて時をそこのかす。じゃあ次のレベルに持っていこうか。聞かせるためにはどうするかを頭使って考えな。一人じゃ治らない心の病を音楽が救うって夢もかないさ。だから最初は処方箋なんて俺はこの場所にはいらないからな。だからいらねえんだよ、静脈注射。ゼロから作り上げた独学理由は。生まれた瞬間、黄色のインクを静脈注射。気づいた時には体内も循環。俺が牛耳るこの空間、いつもと同じだぜ。公園のサイファーと変わらないことをやってる。かっけえって分かった上であえて言う。決勝で会いたい相手がいる。倒せもしねえのに、その相手に向ける顔がねえって話。自分の正義、さらなる兵器。公園だって大事なステージ。違うから、俺たちは戦い合う中で自分を磨いていく。だからここに来たからな。お前は高校取られたからじゃない、負けんのは俺がいたからだ。終了。ナイスバトルです。さあ、決心しましたでしょうか。判定いきたいと思います。いきましょう。先行かける高校8、勝者8です。かけるが分かったら言ってください。かける、やばかったっしょ。俺名古屋の悩ましい箱に普段いるんですけど、マイケルさんに、まあ、あのゲストバトラーやんだけど一番名前知られてないから、お前がやべえってことは分かってるからかましてくれって言われたんですよ。それの結果っす、これが。それができれば俺は満足っす。あの、でも俺今日正直70円できたんですよ。コインパーキング出れねえんで、俺は味方のホークアイを応援します。身勝手な大人でごめん。